高田は2回、押し出しで先制した後、満塁で2番、近藤。いい当たりです。センターの前に運んでいった。2塁ランナー3塁を回って帰ってきます。バックホーム、ボールがそれました。一気に畳みかけ、この回5点を挙げます。追う大分工業はその後2点を返し、9回3年生の梅木と甲斐のヒットが飛び出し、チャンスを作るもあと一歩が出ず、高田が3年ぶりのベスト8進出です。